幼なじみのヤクモくんの正体はヴァンパイア？ヴァンパイアの花嫁第1話。転入生の住吉ヤクモです。よろしく。やばくない？今日の日直は広鈴地下、住吉に校内案内してやって。あ、はい。ここで最後、4階音楽室だよ。ん、ありがとう。ねえ住吉くん、私たちどっかで会ったことある？見たことある顔だなって思ったんだけど。ヤクモでいいよ、チカ。え、名前呼び、うっ、いった、キュー。チカ、結婚しよう。え、は？俺、ヴァンパイアの血混ざってんだよ。ヴァンパイア？一日一回人の血を摂取しないと死んでしまう。そして俺らヴァンパイアには初めて血を飲んだ相手と結婚するって決まりがあるんだ。これから毎日俺の食事に付き合ってもらうから、覚悟しておいて、お嫁様。ああ、そんなこと急に言われても無理。てか何言ってんのか分かんないよ。あ、恋だってまだなのに結婚とか考えらんないよ。ヴァンパイア？なんなのあの人！おはよう、チカ。おはよう。ねえねえ、ヤクモくんってどんな感じだった？羨ましい！キャー！初対面で結婚迫る変な人です。とは言えまい。なあ、なんかすげえ奴がいるらしいぜ。見に行こう。なんか盛り上がってんね。ほんとだ、なんだろう。おい、そこ止めろ。ヤクモくん？お、なあ、うちの部入ってくれよ。その運動神経ならサッカー部なんてどう？チカ、おはよう。ちょっと来て。え？血じゃなくても唾液でも大丈夫なんだよね。だからキスさせて。今日の分ちょうだい。ファーストキスは好きな人とじゃないとやだ。血なら吸っていいから。チカの体傷つけたくない。わかった。じゃあ目つむってくれる？お、おう。はぁ、見つけたわ。え、ぜひうちの部へ。ヤクモくん、ヤクモくん付き合って。ちょ、チカずりーぞ。こんな変な人にキスなんてあげるもんですか？もうすぐ球技大会ですが、卓球、サッカー、バスケ、バレー、全競技ヤクモに出てもらって、え、目指せ優勝！イエーイ！さすがに全競技は体が持たねえから。総合優勝クラスには食堂のデザート券。食堂の自家製アイス美味しいのよね。お、総合優勝目指すわ！うおー！あれ？なんか偉いことに。チーカ、これから練習してくるから終わるまで待ってろよ。え、いえ、一人で帰りますが。チカのために優勝を目指してるのにアイスいらないの？ま、待ちます。そう来なきゃ。ちょろいぞ私。でもアイス食べたい。朝はバスケしたし、バレー部混ざるかな。すごい量の本、しかも使い込まれてる？何それ？ヴァンパイアって基本身体能力高くてな、前の学校では
いろんな部の助っ人やってたんだ。ルール知って練習しないと足手まといになるじゃん。こっちでも助っ人やろうと思ってきたんだ。普通に部活入ればいいのに。そうなると自分のために力を使うことになるだろう。人のために使いたいから助っ人でいい。あれ、なんだろう。そうなんだ。じゃあ私バレエに出るからこれ読んで待ってる。予定変更。え？一緒にバレエの勉強するか。な、バカなことしてないでさっさと練習しなさいよ。見直して損した。午前の競技、うちのクラスが全勝じゃん。さすがヤクモ。本当に勝ってる。ヤクモくん、どうかした？住吉さえいなけりゃこっちのもんだろ。だいたいスポーツ何でもできるってずるいよな。ずるくないでしょ。持ってるもの生かして何が悪いの。それも人のためにって頑張ってるのに。あれ、私これ前に言ったことある？チカ、昔話聞いてくれる？ねえ見て。小さい頃、人と違う自分が嫌になって塞ぎ込んでて。私さ、ここにほくろあるけど君にはないでしょ。みんな持ってるものって違うもんじゃん。そんな隅にいないでさ、その持ってるもの他人のために使ってみない？そんな風にチカが言ってくれて、その時決めたんだ。お嫁さんにするならこの人がいいって。あの時の男の子、ヤクモくんだったんだ。そんな前から思ってくれてたの？なんで今そんな話。ヤクモくんの力ならこんな扉壊せるでしょ。早く出ようよ。ちょっと動き回りすぎて血が足らないんだ。だから最後に聞いてもらいたくてな。じゃあ私の血を吸ってよ。それはダメだ。チカを傷つけたくない。じゃあこれしか。取っとけよ、ファーストキスは。好きなやつとすんだろ。なんで、何言ってんのよ。自分が死にそうって時に。バカなんだから。まだ好きとも嫌いとも言ってないのに、私の気持ち勝手に決めないでよね。あれ、なんで俺生きてる？さあ、それより早くここから出て試合に行かなきゃ。そうは行くか。どういうことか詳しく聞かせてもらおうか。絶対言わない。その後、なんとか総合優勝できました。はっはっは。ヤクモくん、私たちのコミックス最新刊が出たんだって。それなら早速買いに行かなきゃな。ほら行くぞ。ちょっとヤクモくん、待ってってば。ヴァンパイアの花嫁、気になる続きは発売中のチャオデラックス最新号でチェックしてね。